はい、こんにちは、ピースのガクトです。はい、こんにちは、スケット選手ヒメモンさんですよ。毎度どうも。はい、こんにちは、ヒメモンさん。はい、今週もまたピースの助っ人整備士ということで、ね、やってきましたね。今日もね、せっかく梅山さんに来てもらったんで、うん、動画を撮りましょうということで、はい、またうちね、ピース、うん、1月に移転の流れもあるということで、はい、仕入れの方をね、社長の方で最近あんまりしてなかったみたいなんですけれども、うん、またこのタイミングでちょこっと仕入れしたみたいなんで、仕入れたのね、ね、その仕入れた車を梅山さんと見ていこうかなと思います、うん、ね、じゃあ早速一緒に見ていきましょうか。いいますか。はい、はい、まずこちら、じゃじゃーん。ね、ガクト君、これもうね、はい、定番になってますよね、ピースさんのね。最近はピースの定番なんじゃないですか。これバカじゃないの。ね、NBOX のカスタム。初代ですね。ね、はい、色黒ですよ、黒。うん、黒。かっこいいよね。NBOX カスタムの黒。初代のね、NBOX カスタムって言ったら黒が一番人気だったんじゃないですかね。もう間違いない車ですね。はい、これ黒、こんな感じの車で、ちょっとじゃあ外装とかも触ってみていきますか。メッキがギラギラと、まあいかついこと。いいですね。これがかっこいいのね。かっこいいよね。メッキまみれって感じで。顔が本当にかっこいいんだよ。ね。さあ、ガクト君、はい、フミヤマさん乗り込みましたね。はい、ちょっと内装もね、ちょっと見ていきましょうね。まあ、ね、ちょっとエンジンかけてみましょうか。とりあえずエンジンかけてみて。うん、さあ、走行距離が一発指導。お、118,100。うん。11万。うん、8,100だね。118,100。うん。まあ、ちょっと遅くだな。まあ、10万ちょい。うん、まあ、まだまだって感じですね。純正のナビもついてるんだね。バックカメラなんては、バックカメラちゃんとついてるね。バックカメラ付きで、そう、あれはパワースライドとかは、うん、これね、助手席側だけだな。助手席側、あ、そうだね。カスタムの GL になるのかな。片側が電動のパワースライドついてますね。どう、ハンドルとかこの辺の状態とか。こんなあれだな、極端にってことはないけど、やっぱり若干使用感はあるよね。うん。大したことないですね。うん、そんなことあんまり。そう、ウレタンのスケアリングが。まあ標準だね。でもシートカバーついてるのか。そうですね。うん、この辺のパネルも目立つようなこの傷みとかは見られないかな。傷とかないね。いや、このシートの方もちょっと見ようかな。ね、さあどうでしょうか。ご覧ください。あ、シートカバーだね。シートカバーだもん、これね。これまだね、この中、うん、もしかしたら中身出せばシートカバー取れば綺麗な状態で残ってるかもね。ルーフなんてもどうだろう、天井、そんなにあれか、汚い汚れみたいなね。あ、そうですね、そんなに、タバコを吸われてた感じはないかな。ないね。いや、でも本当に NBOX はさ、ピースの定番車両みたいな感じに。これも店頭に並んだ瞬間ご成約ってことになるんじゃないかな。そうですね、前も NBOX、今 NBOX カスタムうちに在庫ないのかな。前仕入れたやつもありがたいことにご成約いただいてて、続けてもうご成約ご成約でしたか。本当にすごいね、優秀。カスタムじゃないさ、普通の NBOX の方もちょこちょこってご成約の方はいただいていたんで、やっぱり NBOX 様々ですね。 NBOX 最高ですね、本当に。どうですか、やっぱりホンダのさ、はい、ディーラーでフミヤモンさん、うん、働いてらっしゃるけど、はい、やっぱ NBOX はいい。あ、一番ね、ぶっちゃけ言うと一番売れてますね。なんか、なんだかこう、フィット売りたいんでしょうけどね、フィットなんかよりも売れてますよね、NBOX ね。なんだか野望な質問してるみたいですね。本当、NBOX しかね、ホンダさんね、勝たないんじゃないか。あ、やっぱりさすがですよね。さすがですよ、これ。じゃあこのね、NBOX カスタムもね、まあ、また仕上げて店頭に早めに並べられればと思います。ね、はい、楽しみですね。はい、ということで、でね、今回もう一台ちょっと映っちゃってるんですけどね、メインでこっちの方がちょっと NBOX ももちろんね、大事なんですけど、これもちょっとメインで撮りたいなと思ってて、これ梅本さん、これね、日産の、うん、これ梅本さん、これ令和元年式の、もう最近の車だね。そう、令和元年式の車になります。じゃじゃーん、とうとうね、ピースで令和の車が入ってくるっていうのはね、なかなか、何台かあったかでも確認ね。そうです、何台かあったかもしれないけど、でもね、入ってきました、令和元年の版。ほら、外装ね、さらっと、これをまだね、届いたばっかでさ、点検とか内外装仕上げやってないんだけど、パッと見た感じ、綺麗ですね。
新しいよね。ね、うん、新しいね。さすがにね、令和元年式で。5年おじってまだ最近じゃないのっていうね。後ろも綺麗、すげえ綺麗。綺麗だね、本当に綺麗。あ、そうだ。ああ、ね、NV100 クリッパー、ね、NV100 クリッパー、はい、クリッパーって車ね。わあ。全体的にね、やっぱり状態がいいね、まだね。お仕事するのには最高じゃないですか。いいですね、これね。すごいよ。状態良さそう、すげえ良さげ。あったんだこういう車ね。ね、いいですねこれね。うん。そしたら中身もちょっと。ちょっと見てみましょうか。はい。はいはい、じゃあ内装の方も見ていきますか。これまずシートはどう？運転席、うん、これ破けとかほつれとかそういうのないね。綺麗ですねシートも、うん、シート綺麗だ ね、 ね、すごい綺麗だ。そんなにないな。こっちもこっちも、ね、助手席なんてもシート綺麗だ ね、 びっくりしてますね。すごい綺麗だわ、うん、ほらこっちのこの辺のさ、うん、パネルとかも本当綺麗だよね。綺麗に使われてる感じですね。痛みがないね。なんだろうね、うん、現場作業とかで使われたっていう感じではないのかもしれないね、うん、もしかしたらどうして手放したんでしょうかね、うん、なんかあんまり汚くないね。さあエンジンかけてみようか。これマニュアルだからクラッチスタートとか。マニュアル。さあ距離は、お、62,360。62,360キロ走ってね、ピスタにしては珍しく令和元年式で5年打ちで62,360キロ、エンジンも一発しようだよ、うん。これはなんだ、マニュアルで、うん、4駆だ、4駆じゃないのか、これ肉だったか、うん、あ、これ肉なのかな、肉なんだね、うん、うん、そう、中学に、まあ、なんだかね、こう収納もついてエアバッグに入れようね。こんな感じ、中身もね、本当に綺麗なんですよ。非常に綺麗なお車ですね、これね。ルーフとかもさ、あ、ここになんか収納みたいなもんだね。そう、ルーフコントローラーがついてんだね。うん、うん、なんかね、結構、これ便利ですね。うん、そう、多分ね、オプションかなんかだったんじゃないかな。ああ、なるほどね。なかなかこういうのもあるんだね、状態もすっげえいい、うん、本当です ね、 ね、まあ、社長がちゃんと目利きして ね、 そういうのをね、さすがですね、社長ね。せっかく令和元年式の車買うなら、ね、綺麗なの買おうっていうね、はい、後ろ開けてみました、うん、後ろもさ、綺麗ですね。綺麗だね、すごい、ね、非常に綺麗、うん、この辺、うん、ほら内張りになってる、ね、この辺も天井の、ね、この辺も綺麗だよね、うん、あとね、この内張りとかこの辺とかね、この辺もこの辺もすごく綺麗、すごく綺麗です。綺麗だね、牧場車なんじゃないですか ね、 ね、いいですね、うん、これこっちの後ろのシートもそっくりしてます。綺麗ですね。ちょっと乗せたことあんのかっていうぐらいね。本当ですね。本当に全然、ね、いやーこれいいわ、うん、こんなのも実はね、あの仕入れてて、うん、今日届きました、ね、うん、これも仕上げるのがね非常に楽しみですね。はい、で、はい、あんまりね、うん、見慣れない令和元年式の車を仕入れてたんですけど、うん、まあこれにはねちょっと社長の考えというか意味があって、うん、今度ね1月にピースが移転して、うん、はい、やっぱり今までこう100台200台規模で、ね、うん、ね、販売の方やってたんですけれども、うん、それが多分何台ぐらいだろうね、社長が動画で言ってる感じだと30台とか、うん、50台ぐらい、ね、本当に、うん、そういう台数をギュッとちっちゃくして、うん、まあ、土地っていうかね、うん、場所の方も、今やってるところと比べたらだいぶちっちゃくはなるんですけど、うん、ただ、規模ちっちゃくして、うん、こじんまりとしてやるっていうわけではなくて、ね、そう、うん、そういうわけではなくて、なるほど、だから新しい車も、ね、仕入れた、その内容をギュッと濃くするっていう意味で、そう、今売ってる、ね、20万30万の車とか、うん、そういう車ももちろん今まで通り、販売とかはやるんですけれども、うん、その中でもやっぱりこういった令和の車とか、うん、また、うん、こういう車に関しては価格帯がまたこうちょっとね、上がる車両にはなるんですけれども、うん、内容をギュッと濃くするっていう意味で、そういう車まで扱っていこうということで、内容凝縮ですか、内容の凝縮です、ね、そう、ただ縮小するんじゃなくて、ね、ね、内容をもっともっとこう、ね、強力にパワーアップして、令和式の車ギュッとするって感じ、ね、そういう感じですね、そういう意味も込めてこういう車、うん、仕入れたんだと思います、その中で、うん、このさクリッパーとか、ね、まあ、この届いたばっかの N ボックスもそうなんですけど、うん、こちらはオークションの方から仕入れていたんですけど、うん、これからそういう新しい車とか入れるっていう話の流れで、うん、実はね、ディーラーさんの方ともお話ししてて、ディーラー、そう、ディーラーさんで持ってる車、
もうその車も令和式の車、うん、そう令和式の車なんですけど、令和式の、うん車両をちょっと譲ってもらえるということで、そういう話があります。いや梅本さん聞き覚えがあれどこのディーラーでしょうかね皆さん。ちょっとねドキドキしますね。ホンダの車なんですけど、ホンダの車そうそうそう、いつもねお付き合いさせてもらってる。これ梅本さん知らないって言えないな多分人な、もうとぼけられないですね。とぼけられないよ本当に。梅本さんにはね、うん、もう前からね、うん、こういう話したと思うんですけど、うん、梅本さんにも繋いでもらって、ね、実はねピースさんでね、うち梅本さんのところのディーラーからね、うん、何台かね車ねちょっと買ってもらったっていう、ね、そうなんですよ。そんな感じね、うん、令和式の車もあって、あ、ね、いやー助かりますありがとうございますまたね、うん、もう本当に話ねちゃんと決まってるんでね、うん、もう近々車の方も、うん、うちの方に運びながら、うん、またそういう動画も撮れるんじゃないかと思います。仕入れしてからね楽しみですよね。本当ですね、うん、その時はぜひ梅本さんももちろん、もうトークしますね、トークしっぱなしかもしれない、一緒にトークしっぱなしかもしれない、はい、本当にその時はね一緒に梅本さんとも動画撮りたいと思います、うん、やっていきましょうね。いやでもまたね、うん、こう移転して新しい流れ、うん、いいですね。いいですね本当ね、まあ、今のスタイルは維持しながらですけど、うん、はい、維持しながら、もっとねこう付け加えてやっていきたいなと思います。今まで100台200台とんでもない数の在庫があって、うんうん、次からはね、うん、もうだいぶ在庫の数もギュッと減らして、うん、あと次からは新しいところは社長の土地だから、はい、今までと違って家賃もかかんなくて、うん、もう、うん、社長もね前の動画とかでも何回も言ってると思うけど、うん、もう削れるところの経費はガリガリ削ってっていう感じで、ね、うん、ただその中でねそのガリガリ削った分今度から全車保証付き販売するっていう風に社長言ってて、そう、ね、そう、そういうのをやったりとかさ、うん、あとまあねこういう新しい車ね仕入れて並べてみたりとか、うん、そういう新しいこととか挑戦できて、うん、またさらにパワーアップに期待してます。梅本さんも期待してますよ、ねね、期待してますっていうかね、私たちは当事者みたいなもんですけどね梅本さんもねどっちかっていうとね、そうそう、もうピース側のあれですから協力しますよどんどん、ね、そうですね、はい、まあ、頑張っていきましょ う, しょう、ねね、じゃあまたなんかフラットその辺取っていきますか、行きましょうか、ね、はい、ね、買取の車もあったのね、買取の車も ね、あったから見ていこうかな。あれそういえば、はい、はい、ガクト君、はい、この間キャンタロウ君大変なことになったんだってね。そう、大変なことになりました、ね、でも何、もう復活して帰ってきたの。復活して帰ってきました、ね、じゃあ搬送中の何故障、搬送中のね、ね、故障ですね、本当にトラブルあって、動かせなくなっちゃって、うん、ショート動画の方で、ね、あ、見てみたら、ね、そうそうそう、そう、大丈夫だったのところで、まさかのね、いや、ね、事故とかになったわけじゃないから、とりあえずね、うん、そのまんまレッカーしてもらってお付き合いしてる、うん、整備工場さんにね、お願いして、うん、バッチリね、そう、修理はしっかり終わりました、うん、ところで何が悪かったのこれ、これ何だっけかな、クランクプーリー、クランクプーリー、あー、うん、そっか、あれね、中のダンパーラバーかなんかが多分ちぎれたかなんかしてバラバラになって、多分ね、ダイナも折れたてで外れしなかったってなっちゃったんだよ、ね、あー、多分そうだね、うん、そう、ベルトもダメになっちゃって、ベルトもダメになって、そう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 、で、途中で止まっちゃったんだな、だから、うん、そうだね、そういう感じだと思う、うん、あー、そうか、それは大変だね、なかなかね、なかなか距離乗ってるとね、なっちゃうの仕方ないよね、まあね、消耗品はしょうがないですよね、うん、まあ、とりあえず、うん、バッチリ直ってね、またこれからも大活躍してくれればと思います、うん、ね、キャントロ君また頑張ってくれるんでしょ。そうですね、まだまだね頑張っていきますんで、あ、よかったよかった、そうそう、あ、でほら奥にあるのがなんだろう、これ最近買い取りした車、これなんだあ、トヨタの車だね、はい、いやこれ最近あんまり見ないと思う、あ、でも次車庫端になってるぞ、ほんとちょっとかっこよくなってるね、車庫低いね、買ったんですよね、これ何でしょうか、はい、あ、書いてますね、あのエブレムね、マーク X ジオ、マーク X ジオ、スマートキーだね、お、すごい20万キロ20万キロかけるね、20万キロ頑張りましたね、頑張りましたね、トヨタエンジンはまだまだ走りますからね、ここまで乗ってくれればでも十分でね、20万キロまで乗ってくれるなら、これ梅本さん、これの買取金額、うん、え、これいくらだと思う、え、これ海外輸出ですね、トヨタ系なんで輸出にはいきます、10万くらいか、惜しいですね。
これは12万円の買取です。やびやびけど12万円の買取でした。大きいね。平成22年式のマーク X 字を距離20万キロですね。20万キロオーバーでも、ね、万キロで12万円で買取、ね、12万円の買取しました。皆さんなかなかね、こんぐらいの距離になるとさ、ね、国内流通とかさ、まだ再販っていうのはやっぱりね、難しいですよね。20万キロオーバーの車、これからね、そんなにまあね、ミニバン欲しいかっつうと、ね、なかなか難しいでしょうね。そうですね。国内ではね、そういうところもあると思うんですけど、うん、ただね、輸出ルートということで、今回12万円の買取いたしました。うん、あそこはびっくりですね。ね、ピース、これからもね、うん、ピース買取も、ねうんね、ガンガンやっていきますんで、買取以来、ねうん、ぜひピースまで。皆さんお待ちしておりますよ。ね、お待ちしてます。高価買取。はい、高価買取してます、ね。はい。はい、だいぶね、敷地もね、うん、この辺にあったなんか、ね、わかんないな、グズグズの車たちが片付いていったっていう感じになりますね。こっち側の方は、うん、ほら、何もない、ほら、ね、こっちだいぶ片付いてきましたね、うん、数えるぐらいしかないもんね、今、もう展示前の車か、うん、そうですね、まだね、これから在庫する車とか、うん、この辺にね、この辺に、数えるぐらいしかない、まだね、そんなにないですね、うん、減ったね、だいぶね、だけど、本当ですね、一時期ドーンってあったけどね、そうそうそう、一時期ドーンってあったんですけど、うん、また買い付けしたのかっていうね。あ、でもいいよ、どんどん減らしていかなきゃいけないんですよね、これ引いてすのに。でもね、着々と進むとこ進んでますね、うん、いや本当に皆さん楽しみですね、楽しみですね、はい、まだでも不明門さんにもこれからも協力していただけると、うん、頑張りますね。また来週も、あ、そうね、来てもらえますか。来てもらえれば。でも OK ですよ。はい。そしたら梅本さん、今日も本当にありがとうございました。うん、また協力ぜひともよろしくお願いします。はい、バイバイ。はい、バイバイピース。バイバイピース。